皆さんこんにちは。今日は私たちが通う関西学院大学清和キャンパスにあるおもちゃと絵本の部屋をご紹介いたします。おもちゃと絵本の部屋はおもちゃや絵本の専門施設として、私たち教育学部生にとって乳幼児保育教育の学びを深めることができる貴重な施設です。またおもちゃと絵本の部屋がある子どもセンターには、おもちゃと絵本の部屋事業のほかに地域の子ども・子育て支援事業、そして発達支援事業の3事業が展開されています。地域の子どもが集まるにぎやかなこの施設で、私たち教育学部生は各事業のボランティアとして活動に加わることができます。各事業についてもご紹介しますので、教育学部のあるこの清和キャンパスならではの素敵な施設と取り組みをぜひ最後までご覧ください。皆様こんにちは。おもちゃと絵本の部屋をご紹介いたします、教育学部の教員の佐伯です。この動画をご覧になっている方の中には、大学キャンパスの中におもちゃと絵本の部屋って何だろうと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。本日は関西学院が誇るおもちゃと絵本の部屋について見ていきましょう。おもちゃと絵本の部屋の歴史は1991年清和大学時代に図書館分室として開設されたことから始まります。その後2009年、清和大学と関西学院大学の合併とともに現在の施設となり、玩具や絵本、紙芝居、視聴覚教材など豊富な資料を揃え、教育・研究を支援するための体験型資料施設として展開しています。おもちゃと絵本の部屋にはおもちゃの部屋と絵本の部屋があります。おもちゃの部屋にはヨーロッパの玩具や木製玩具を中心に、古くから伝えられてきたおもちゃや、あらゆる世代が楽しむことができるおもちゃを所蔵しています。その数はおよそ1500種、2000点にも及びます。数ある所蔵の中からおもちゃをご紹介しましょう。こちらはグロゴモビールという楽器です。1983年にヘルベルト・ベッフリがデザインし、スイスのネフ社から販売されました。小さな黒いピンをシリンダーに刺して回転させると、ハンマーが鉄筋を叩いて曲が演奏されます。ピンの位置を変えることで自由に作曲することができます。シリンダーを使わず指でハンマーを押して演奏したり、バチを使って演奏したり、多様な使い方ができる鉄筋です。受注生産品のために入手が困難なおもちゃです。絵本の部屋にはおよそ絵本が12000冊、絵雑誌が3000冊、紙芝居が1800冊、童話、ストーリーテリングなどのお話の本や参考文献が1200冊、パネルシアター、エプロンシアターなどが240点所蔵されているんですよ。在学生にはこれらの豊富な資料を貸し出しすることができます。絵本の部屋が所蔵している絵本の魅力を一部ですが紹介しましょう。皆さんが子どもの頃に読み聞かせてもらった懐かしい絵本があるでしょうか。ここには世界中の子どもたちに愛されてきた絵本から、日本の絵本作家による絵本まで、たくさんの絵本が揃っています。同じタイトルの絵本でも随分と日に焼けた古びた絵本から、サイズや形状の違うさまざまな絵本があることに気がついたでしょうか。これは絵本の部屋がハードカバー版、あるいは初版から版型が変わった絵本なども副本で所蔵しているからです。こちらの子猫のピッチは1954年に翻訳されました。当時は日本の文化に合わせた右開き縦書き、このような小型本で紹介されました。ランドセルに入る、そして
子どもが一人で手に取って読むのに適切な扱いやすいサイズの絵本ですね。作者のハンス・フィッシャーはこの愛らしい小型本の出来栄えを痛く気に入り、わざわざ日本から25冊も取り寄せたというエピソードがあるほどです。現在では原書に近い大型の絵本も出ています。絵本の部屋がこうした絵本の副本を揃えているのは、学生たちに大学での授業や実習はもちろん、子どもの発達を支える児童文化を深く学ぶための資料として活用してもらうためでもあります。おもちゃと絵本の部屋の活動には2つの企画プログラムがあります。1つ目は企画ボランティア学生による活動です。関西学院大学教育学部生と清和短期大学生で組織され、おもちゃと絵本の部屋の装飾やおすすめ絵本、玩具のコメントカードの作成、企画展示、手作りおもちゃの補助活動をしています。またとてもユニークな取り組みとしてお話し会というものがあります。0から3歳児の乳幼児とその保護者を対象に絵本の読み聞かせをするイベントです。2つ目は手作り講習会です。清和大学同窓会の方に講師をお願いし、教育学部生や清和短期大学生を対象にフェルト手芸を通して手作り教材の技術を学ぶ会を開催しています。このように施設全体を通して実際に資料に触れてみる、遊んでみる機会を促し、おのおのの気づきや学びを深め、将来的に広く社会に貢献、支援できるような人材を育む活動を行っています。おもちゃと絵本の部屋は通常一般の方の入室をお断りしていますが、オープンキャンパスでは一般開放いたします。オープンキャンパスにお越しの際は、ぜひたくさんの絵本やおもちゃを手に取ってご覧ください。本学に入学後は大いにこの施設を活用して、絵本やおもちゃの魅力をさらに掘り起こしてみましょう。皆様こんにちは。地域の子ども子育て支援事業サポサポのご紹介をいたします。教育学部教員の岩坂と申します。サポサポは子どもたちの育ちとその環境を保護者や地域の人々とともにより豊かに育むこと、またその手立てを提案することを目的として3つの取り組みを行っています。地域の子ども子育て家庭の交流の場となり、子育て相談や情報の提供を行います。また子育て支援に関わる活動団体をサポートするための交流の場や活動の機会を提供しています。学生や研究者、子育て支援者の教育・研究活動への協力を行います。また実習やボランティアを通じて学生の学習の場を提供します。学院の各学部、附設の機関、学外の専門機関、NPO などとの共同により、地域の子どもや子育て家庭を支援する取り組みを促進します。サポサポにはたくさんのおもちゃや絵本が準備されています。火曜日から土曜日は、0から3歳の乳幼児とその保護者の方に、この施設をご利用いただくことができます。0から1歳の乳幼児を対象とした赤ちゃん広場や、親子の交流の場の親子の広場など、目的に合わせた空間でのびのびと過ごすことができます。親子のみならず、サポサポに集った人たちがお互いにサポートし合える環境を目指しています。サポサポでは学生がボランティアとして子どもや保護者と関わったり、学生企画を開催したりしています。また実習や研究の一環として子どもや保護者と関わることもあります。清和キャンパスではサポサポを利用されている乳幼児と保護者の方たちが清和の森や芝生の上でのんびりくつろぐ姿が日頃から見られます。そのような多様な人たちが集まるこのキャンパスで皆さんと学び合えることを楽しみにしています。
皆さんこんにちは。発達支援事業ウィングの紹介をいたします。私は教育学部教員の丹羽と申します。私たちは発達に配慮が必要な子どもに対し、一人一人の実態に応じた支援を行っています。ウィングでは2つの活動内容で取り組んでいます。1つ目は子どもへの支援、2つ目は保護者や子どもと関わる方への支援です。子どもへの支援としては、個々の課題に応じたプログラムを提供し、力を伸ばすための療育を行っています。保護者や子どもと関わる方への支援として、相談や講演会等を実施しています。ご興味のある方はウィングのウェブサイトをぜひご覧ください。幼児や小学生を対象とした療育プログラムにボランティアや実習として関わります。大学のキャンパス内で子どもたちと触れ合いながら、療育についての知見を深め学ぶことができる施設です。発達上で配慮が必要な子どもたちと初めて関わった際には、その行動特性等に気がつきにくいものです。しかし子どもたちと関わる中で、そのような行動特性に気がつき、適切な対応ができるようになっていきます。ぜひとも来ていただいて、子どもたちと関わっていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。